はい、皆さんこんにちは。 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はプリングオフ奏法、これについて詳しく解説したいと思います。プリングオフはハンマリングの逆なんですね。はい、こう押さえてる指を離すことによって音程を変える。ピッキングはこれもハンマリングと同じで1回だけなんです。1回弾いて音程を変える奏法ですね。これもハンマリングと同じような効果なんですけども、2つ目の音を小さめに、輪郭をはっきりさせずにぼやかした感じの音を出す時に使うんですけども、ハンマリングというのは音程を上げる時に使うんですね。プリングオフというのは音程を下げる時に使う。はい、これ使い分けていただくといいと思います。プリングオフで音程を上げることはできません。はい、それでは実際のやり方なんですけど、プリングオフやるときは、プリングオフする音と、プリングオフをした後に残る音、この両方を同時に押さえてください。プリングオフする音だけ押さえて、離してしまったら違う音が出たっていうことになりますので、離した後に残したい音も同時に押さえる必要があります。ここ注意点ですよ。はい。で、今いきます。1弦3フレット1人差し指、それから1弦の5フレットを薬指で押さえてください。で、この薬指をピッキングした後に離します。はい、こういうことなんですね。で、これ離す時にウクレレの場合は空中に真上にプッと持ち上げても音は出ません。はい、やってみますよ。まあ言えば全く出ないわけじゃないんですよ。でも存在感ない音じゃないですか。これ存在感を入れるためにこうするんです。はい、どうしてるかと言いますと、ピッキングして、左手の薬指で弦を弾いてるんです。はい。こうです。こういう状態です。はい、どう弾くかというと、こっち側方面に指を、こうです。真上に上げるのではなく、こうです。横に引き下ろす。こうですね。こうではなくてこうです。はい。それによって、はい、2つの音が、ここでピッキングと2つ目の音が出るということなんですね。で、1弦やるときはそのまま横にずらしたらいいんですけど、2弦やるとき、はい、1弦も一緒になってしまいますよね。横に引っ張りますから。それを防止するために、右手のピッキングした親指は1弦に乗せて止める。この弦に乗せて、隣の弦に乗せて止める奏法をアポヤンド奏法というんですけども、アポヤンド奏法をすることによって、はい。1弦も一緒に弾いても、左手の薬指で1弦も一緒に弾いてもアポヤンドしてるので1弦の音は出ないと。3弦も同じくです。こうですね。アポヤンドしないと、ほら、いろんな雑音が出るということになりますので、アポヤンドは重要です。はい、ここで隣の弦に乗せつつプリングオフ。はい。はい、これも1弦でしっかり練習したらいろんな場所でプリングオフ、これ試しにやってみてください。はい、ということで BJ のウクレレ講座、今回はプリングオフ奏法について詳しく解説いたしました。ハンマリング奏法もすでにもう解説した動画が上がっております。概要欄のところにリンク貼っておきますので、そちらで確認ください。ということで近日中に今度はスライド奏法、これを解説したいと思いますので、チャンネル登録してお待ちください。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。忘れない、いつもいつまででも